なんだ。なんだってなんだよ。別に。仕事行ってくる。昨日のバトルの余韻がまだ体の中に残ってる気がするな。きついバトルだったけど、改めて思い知らされたことがある。凌介さんすげえや。バトル直前にあれだけ遊び回れる神経のずるとさ、俺はまだ全然凌介さんにかなわないと思った。昨日のバトルだって凌介さんが走ればもっと楽に戦えていたんじゃないのかな。それを考えたら俺なんかチームにいる意味ないんだよな。参ったな。もっと上手くならなきゃ。全勝と追ってくる。煽ってくる。形式なんだ。どうすっかな。譲るか、それともペース上げてちぎるか。譲る気分じゃないな。昨日の今日だし、宝塚のダウンヒルだしな。グリーンの8000系みたいな。浮いた8200が前だ。リッチなジャンルとヒットの家。今まで宝塚戦で出会った中でもこいつ最強かも。クソ。遠慮しないぞ。 100% の全開モード。来た来た、藤原ですね。おい、外装にしては速度が出過ぎてないか。なんだ、あの偽装だらけの車は。藤原がコーナーで食いつかれたままなんて。凌介さん、あの車は何ですか。俺は1階のドライバーに過ぎないんだ。会社からは何も知らされてない。噂には聞いていた。こんなに早く仕上げてくる予想外だな。車もすごいけど、ドライバーもすげえ。こうなったら奥の手を出して意地でも振り切ってやる。